にちは。こんにちは早くない？おはようございます。おはようございます。こんにちはの時間なの？おはよう。こんにちは。皆さんすみません、告知が遅くなって申し訳ない。普通に寝てました。なんか普通にレミの予定では9時ぐらいに起きる予定だった9時に起きて9時半ぐらいから配信する予定だったんですけど、大寝坊。45分配信します。10時45分まで配信します。めっちゃ寝れた。久しぶりにこんな寝れたかもってぐらい寝れました。ジョニーさん、ありがとうございます。イエジーしんちゃん先生さん、カラフルスター、レインボースター、ありがとうございます。ねえ、ひゆか、なんか体調優れないとか言ったけど大丈夫かな。まあね、アラームかけてないんで自然に9時に起きようとしてただけなんで。ね、失敗。おはようございます。今日は日曜日、何をして過ごすんですか皆様は。眠くないんだよ全然、全く眠くない、寝たから福留の卒業公演当たりました。おめでとうございます。一緒に、そうですね、一緒に見送りましょう福留を。星投げコメントありがとうございます。カウントだ。くしゃみが出そう、出てません。ともこれ。くしゃみが出そう、出てません。宿題に追われてます。本当にリムしなきゃやばい。宿題。マジでやばい。これからもっとできなくなるのに。リムしなきゃ。どうしよう。今日はね、今日は自主練をするので、本当にね、配信もいつできるか分かんない。空き時間にするって感じだからできるか分かんない。何時に？10時半に起きました。声がまだ寝てる、確かに。そうなんですよ、宿題がめっちゃ多い、大変よ。8月31日に頑張ればいい。無理です、そんな器用なことできません。本当に、ね、無理です。
にちは。なんかリップの色ドス黒い。そう、早めに終わらせたいから。クマエグくない？黒い割りが。そうね。雪村さん、ハートありがとうございます。なんか朝起きた時超暑かったんだけど、日差しが。そうそう、クーラーつけたら超寒くなった。寒い。ね、今日暑いよね。やばそう。見るからにやばい、ね。自分で袋麺のラーメン作れる？もちろんです。もちろん作れます。当たり前に。暑い。嫌だ、外出るのは。マジで、ね、外出て 歩くだけでさ、汗かきすぎて汗かく。めっちゃドバドバ。そう、そうなんだよね。歩くだけでそう、やばい、大変って感じ。こんにちは、こんにちは。こんにちはって12時からじゃないんだ。それに若干ビビる。きっとさ、あのさ、爪にさ、ネイル塗っていいですか？爪ネイル塗りたい。爪にネイルってさ、簡単じゃない？すぐ乾きそう。うわぁ、目の前に虫いた。やだ、本当に嫌なんだけど。かわいいよ。やっぱさ、夏ってサンダル履くから塗りたいよね。めっちゃさ、足の爪ちっちゃいんだけど、みんなか、みんなちっちゃいのか、足の爪って。背中にはチリ。
ちゃめっちゃグラデみたいな。んかドバドバ使いすぎ。来ました。じゃあなんかグラデみたいにできたよ。この色を塗りました。この色、このなんか青紫みたいな鮮やかな色、可愛くない？これ鮮やかで夏っぽくて可愛い。確かにアジサイっぽい。走ってさ、どれぐらいで乾くんだろう。よいしょ、声がよく聞こえない。嘘でしょ、そんなことある。難しい。この枠を1時間枠にして12時半から1時までしようかな。うんうん、どうでしょう。夫婦できないし触れないからさ、自然、本当の自然乾燥。夜は未定だから、そうだからちょっと今、ね、やろうかなって。かわいい。やっぱ爪に色が入るとテンション上げ上げです。いい色です。ほら見えない、着圧履いてる。サンダル履きたくなるね、すごく。まだ眠そう。眠くないよ、多分顔が寝起きなだけだと。確かに右端にいるの新鮮だね。この洋服新しいです。乾いたのかな。あ、乾いてる。早い。乾いてます。
性とかではないけど、多分薄くなったから早く、ね、乾くんだと思う。ひろみさん、バラありがとう。よし、乾いた。これでもう生きていけます。よし。でも怖いよね、これで乾いてなかったら。だから最近のマニキュアはね、発展、進展してるよね。進展？そう。なんかそう。ゆみちゃん、髪の毛センター分けにしたら一気に合うと思う。そっと嬉しい。またします。フォローしました、ありがとうございます。イエイ。こちらもよろしくお願いします。めっちゃいい天気だね、マジで。髪本当に伸びた。乾いたよね。そう、眠そう。俺に眠くないよ。あ、今日は今配です。皆さん聞いてください。21時45分から22時まで15分間ぜひ聞いてください。楽しみにしててください。トーク力かなり上がってるね。本当ですか、嬉しい。やった、これからもっと上がるように頑張ります。前髪が、多分完全慣れて乾いてきました。アイプさん、花束ありがとうございます。くしゃみが出そう。出なかったですね。鼻かゆこんにちは、こんにちは、こんにちは、みなさんこんにちは。徳永りみです。僕の画像のハイエース水没して歯医者さん取っといありがとうございます。すごい名前の癖が独特。大丈夫ですか。ポンデリング食べたい。フラットヒットさん、だるまありがとうございます。イエイ。大丈夫かな、水没って。
目を覚ましてフリスク食べる。めっちゃねこれ辛い。当たり前か。眠くないんだけど、多分顔が起きてないから顔を起きさせる。そう、ジュンジュンさん、クマありがとうございます。すごいです。ちょっとでも宿題しようかな。あ、大きいミントやね。レモンね、一時期ハマってました。なんで出ないの？超出そうなんだけど。くしゃみが出そう。そうだ、漢字もあるんだ。頑張ります。髪の乱れすいません。虫がいるぞ。イタリアってイギリス？絶対これ違ってるよね。間違ってる気がする。あ、絶対違うよこれ。え、絶対これさ、イギリスってさ、世界恐慌イギリスの対策なんて書いてない。あ、あった。ソ連、ね、違うよね。おかしいな。あ、歴史です。マジでくしゃみ出そう。
界恐慌の話。イギリスの世界恐慌。なんて書いてない。あ、あった。マジでくしゃみ出したいのにさ、出ないんだけど。朝ってさ、字書けなくない？なんか難しいっていうか、手が動かない。手先がね、起きてね。このお子さん、ハートありがとうございます。やばい、出ないわ。ねえ、無理。ちょっとしんどい、それは。出したい。マジで出ない。ハクションってしたいのにダメっぽい。ハマーさん、かわいい、ありがとうございます。祝
題順調。あれね、世界恐慌について書いてます。かねちゃんさん、ハートありがとうございます。はあ、くしゃみが、髪めっちゃボサボサ。くしゃみが出そう、くしゃみが出そうになって早10年一向に出る気配はないです。いや気配はある、出ない。くしゃみが出ない配信、くしゃみが出ない。したいのくしあくびだったくしゃみかと思ったらあくびでした。体操服じゃないです。そのコメント拾わないようにしてたのにすごく多くなったので、体操服じゃないです。かわいいんだよこの服。あれこっちじゃなかった、こっちだ。ショート丈でね。ジョニーさん、どうもありがとうございます。え、どこ行く？
とめっちゃ綺麗になる。あ、ごめんなさい、頭皮お腹空いてない、つむじ、めっちゃつむじだったね、申し訳ないです。あーダメだ、くしゃみ出ないよ、もうダメ、もうダメでしたね、もうここが寝癖、ちょリミはつむじ一個ルーフリーフはダメなんですよ、集めるのが大変だからって言われると、はずに自分がくしゃみ出てやばい。ライプさん、レインボースターありがとうございます。そう、ルーズリーフ、バラバラになっちゃうから、ルーズリーフだとそっためらしい、ノート集めるテスト前に、だからさ、ノート書いばよかったらやばいよ、公共の先生とかめっちゃ怖くて、怖いっていうか癖の強い先生、怖い、まあ怖いか、みんな怯えてるわ、怖いだけど、まあ優しいっちゃ優しい、なんかあの愛のある怖さみたいな感じ、なんかさ、授業中はね、なんかラーメン屋さんみたいなエプロン、なんか腰に巻くさ、へいらっしゃいみたいなさ、エプロンつけてやってる、急にね、エプロンを出す、エプロンっていうか、なんだろうあれ、前掛け、え、違う、前掛けかな、調べてみよう、前掛け、あ、そう、前掛け、ここ12時まですることになりましたので、よろしくお願いします、すいません、急に変わっちゃって、12時までして、次は13時から30分します。そのさ、公共の先生がさ、分かりませんっていうのがダメで、分かりません、分かんなかったら分かりたいですっていうのね、ちょっと面白いよねそう、それをもうネタ化していってるけど、そう、面白い、分かりたいです、
だからさ、黒板とかに答えか書いたりするんだけど、答え合わせの時に、その時に分かんない問題があったら分かりたいですって書いてる人もいる。そう、新しいよね。そうそう、面白いですよね。あの目力がね強くて、ガン見されると怖い。めっちゃでもなんか分かりやすくて、漢字の間違いとかを絶対にしないように細かく説明してくれたり、そう、ここちゃんと勉強しときよみたいな言ってくれる、優しいよね。そう、いい先生。そう、熱血なんだと思う。多分そう、ミミタン小学校の先生とかに、そう、嘘でしょ、初めてそんなこと言われた。似合わなさそう、向いてないと思う先生とかレミ、どうだろう。一番印象に残ってる先生は中3の時の先生、担任の先生、めっちゃ優しくて、この活動のこともめっちゃ理解してくれてて、すごい親身に相談に乗ってくれたり、めっちゃいい先生で、めっちゃね友達みたいな感覚だった友達みたいな感覚で接してたし、そう、めっちゃそう印象に残ってる。それみ先生の引き割といい、引きっていうか、でもたまにうんって先生いるけど、めっちゃいい先生だった。そう、この活動に理解があるのがめっちゃありがたい。マジでね、みんなに慕われてた。あだ名があって、そのなんか先生とかじゃなくてあだ名で呼んでた、みんな。そういう先生一番いいよね、マジで。なんか新しく来た先生だったから、どんな先生か分かんなかったけど、最初えってなったけど、誰ってなったけど、めっちゃいい先生。20歳超えて中学の先生と飲みに行くとマジ、それはエモい、やばそう、なんかめっちゃ感極まりそう、やばいね、すごい。それはなんか素敵な関係。いいですね
ソ連は5カ年計画だね。めっちゃ話変わったけど、部活の顧問の先生はね、なんだろう、すごいね気にかけてはくれてたけど、なんかねレミとは合わなかったこんなこと言っちゃダメだけど、レミのセット、うん、あ、リーもね、あ、高校卒業してからね、リーも中学卒業して一回会いに行った、先生にこんにちはって、行かなきゃいけない用事があったからなんだけどそう、なんかね、なんだろう、ひどいとかじゃなくて、すごい独特の先生だったのね。理科の先生で、理科の先生って変わってる先生多いっていうじゃん。だからソフト、理科の先生とソフト部の顧問でした。え？フラスコでお湯沸かしてコーヒー飲んで、やば、それ大丈夫なの？学校的にはやばいね。教え子と結婚した先生もいた。え？すごっ。なんかね、すごいね、すごいね、すごいわ、それはすごいわ、びっくりしちゃった。そんなの本当にあるんだ、現実で。でも熱血系の先生が好き。おりゃーおりゃーじゃん、熱血系がいい。え、あるあるなの？あ、そうなんだ、リミ、漫画の世界だと思ってた。高校の先生と、あ、仲いい先生もいる、かわいいね先生が、ね、ヤッホーみたい、ヤッホーではないけどこんにちはって、そういるね。何人の先生ともたまに話すけどね、癖強く説明とか言ってない、まだね、性格読めてない先生と、探り探り。あー、くしゃみが出そう、本当に。昼ご飯の時間、レミちゃん決めて、そうだな、韓国チキンかピザどうですか。どう、くしゃみでさ、本当にいつ出るの。くしゃみってさ、一回出たら止まんなくなる時あるよね。くしゅん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 、Wi-Fi つないでますよ。あ、教育実習の先生と仲良くなった、仲良くなったっていうか、インスタフォローしてもらったなんかそう、ね、普通に仲良くなって、インスタフォローしてくださいって言ったらしてくれた、優しい仲良かったからこそ言えることなんだけど、すぐしてくれたよ、女の先生でね。そう、
体育の先生で、ゆみのインスタ増えましたよ。あと603人で1万人達成するので、皆さんどうか拡散お願いします。やっぱりこれダメだ、ダメっていうか、いつもに比べて伸びませんでした。ダメだ、めっちゃ出そうだったのに。それみ、この前めっちゃ美味しいヤンニョムチキン食べたの、あんなに美味しいヤンニョムチキン食べたの初めてレベルで超美味しかった。めっちゃ出そうだったのに嬉しい。いいね、暑いからそうめん、なんかそうめんのめっちゃ美味しそうなレシピ見つけた。美味しそうだった。そう、くしゃみ待ちなの、嘘でしょ。本当だよ、ウーバーとかしたことないです。でもちょっとしてみたいかなとは思うけど。あ、5分前、まだ大丈夫。え、最近友達とミミちゃんがやばかわいいって話を週一でしてる。嬉しい、何それ、超かわいいんだけど。その話をしてる、うん、マポさんありがとうございます。え、嬉しい、そういう話をなんか友達同士でしてくれてるのが尊い、嬉しい。いいよね、なんかさ、自分の知らないところでさ、自分の話題、まあ、いい話題だよ、悪い、なんか悪口とかは嫌だけど、そんな可愛いとか言ってくれるとか、マジでさ、そういう人ってめっちゃ心綺麗なんだなって思う。いないところでも褒められるって、ね、嬉しい。あ、嬉しい。ありがとうございます、本当に優しい。嬉しい、そう、褒められて伸びるタイプだから、レミはイエイって感じで褒めてください、ぜひ。自分から言う気、ではランキングを読もうと思います。13位ドラネカットマークさん、ありがとうございます。12位雪村さん、ありがとうございます。11位おーちゃん、レミグミレミタの笑顔大好きさん、ありがとうございます。10位焼きとうもろこしアットマーク、ほっぺツンツンしたいミューディーアットマーク&友達さん、ありがとうございます。9位まさきさん、ありがとうございます。8位やすゆきさん、ありがとうございます。7位小次郎さん、ありがとうございます。6位かかしさん、ありがとうございます。5位マックス鹿児島世界を救うさん、ありがとうございます。4位アッキーアットマークレミグミさん、ありがとうございます。3位ジョニーさん、ありがとうございます。2位ジュンジュンさん、ありがとうございます。1位ワイプさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ではラキレミ、49位マークンさん、ありがとうございます。おめでとうございます。
61位キングマンボさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト、あっどこだ、待って、もう一回。82位 PIERREWANG さん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。続いては13時からです。違う、12時半だ。12時半から30分間なのでよろしくお願いします。スクショはこの回ではなしでお願いします。ねえ、くしゃみなかったね。ご飯食べてきてください。この間にぜひ。ありがとうございました。皆さん13時か、あ、12時半ですのでお間違いなく、ありがとうございます。くしゃみ出るかな、出ることを祈りたい。くしゃみ出なさそうだけど出たいですね。ぜひ、はい、では皆さん今日もありがとうございました。次は12時半なのでまたお会いしましょう。バイバーイ、またね。ではまた、またお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。またねー。バイバーイ。え、リミ11時1分から始めてる？なら22時に1分に終わらないと。ママから LINE 来た。え、そう、じゃあ12時1分に終わりますね。気づかなかった。じゃあ12時1分に終わります。そうですね、はい、急遽延長ということで皆さんありがとうございました。今日も1分の延長戦です。くしゃみは出るのでしょうか。出ません。あ、推薦コメント嬉しい、ありがとうございます。ではありがとうございました。あと30秒、ありがとうございました。皆さん12時半からもよろしくお願いします。ではバイバイかな、本当に。バイバーイ、またね。バイバーイ。またねー。バイバーイ。